こんにちは。今日番組リポーターを務めさせていただきます、八尾津高等学校生徒会長の佐合雄一郎です。うちらの学校のスーパースターボート部を紹介いたします。ここがスーパー。令和3年度全国高校選抜大会男子ダブルスカルで3位入賞、令和4年度全国高校総体男子ダッシュ付きクオドルプル6位入賞、また栃木国体の岐阜県代表に選出されました。行くよ。始めたきっかけは川辺の大会でちょうどお姉ちゃんが高校でボートやってて試合を見たんですけど、そこでわーすごいやってみたいって思って中学でクラブチームに入り始めました。最初の頃うまくはいかなかったんですけど、だんだん自分が成長していくにつれてすごい楽しいなってなってたり、船が進んだら気持ちいいとか、わー伸びたって思って面白かったです。八尾津高校の強みはみんなで切磋琢磨し合いながら、競い合いながらも頑張って励まし合いながらやっていくところです。水にブレードを入れるときとか、前行くときに全員合わせてシートを使わないと船が少しでもスピードが落ちてしまうので、そこなどを意識しました。スピードとか船の伸びなどに結果が出てきます。まあ、水上に乗っている時にバランスをよく持たないと船が強く漕げないんで、特にバランスをよく維持しようと頑張っています。先輩がもういなくなる中で僕がチームを引っ張っていくのは不安だと思うけど、去年以上に全体を見てもっと声かけれるようにしていきたいです。先輩方の漕いでる姿を見て、僕もこんなかっこいい先輩たちになりたいと思って始めてみました。一歩一歩集中して一日の練習を大事にしていってます。技術とか体力だけじゃなくて人間性っていうところが育っているので、まあ、こういった結果にもつながってくるのかなと思っています。これからまだ伸びる要素もあると思うので、偉大な先輩たちが目の前にいて、まあ、それについていって、まあ、それを追い越せるように頑張っていってほしいなと思っております。近い目標を教えてください。大学で行ってもやるので、大学でも順位を取れるように頑張ってやっていきたいです。インターハイに出場して国体にも出したいです。ボート部は歴史の深い活気のある部活動です。漕いで漕いで漕ぎまくって頑張ってください。頑張るぞ。おー